リュウダ、ヒューガ、うん、鼻高い女子大体魔女ヤマト、クロントです。今日のに今日は制裁、今日は完全に制裁。あ、なんかやっちゃったやついんの。じゃあクソ舐めてる豚がいるでしょ、うちに。年中舐めてるね、全員のこと。ここを舐めてるのもそうなんだけど、やっぱ全人類を舐めてるじゃん。確かに確かに。これあの浦田って男なんですけども、うん、本当に舐め腐ってる。舐め腐ってる。アンチとかマジで舐めてる。アンチを多分本当に一番舐めてるのはユーマだね。ゴミだと思ってるよ、本当に。本当にゴミだと。見たことないよ、アンチのこと。ゴミだと思いついて。ゴミ箱開けないじゃんみたいな。でやっと最近ね、ファンの方の応援メッセージなんか見るようになったんですけども、前まで多分届いてない。僕も届いてないよ。俺らが言って、見ます。でも最近はなんか面白いって言われるから見るらしいよ。昔はあんま注目されてなかったユーマって。だから見てなかったって。字が強いよね。そう、自分が褒められてるのを見るな気持ちって、うん、まあ、この間撮りましたちょっと不満を言うみたいな企画がありまして、その時浦田に対する不満が多かった。その中でも一番多かった不満が財布を持ってこない。持ち歩いてはいるんだけど肌身離さずではないよね、うん、何回聞いたユーマの、すいません財布ないです。わかんない、合計いくら飛んでるかわかんないよこれ。わかんない、いいんだよ全然。ユーマにちょっとずつだし、使ってるお金も、うん、気になってはないんだけど。気になってないのはユーマ。これ最近判明した恐ろしいことなんだけど、ユーマお金使ってくれてんの気づいてないらしい。あー、自分で買ってると思っちゃってんだワンちゃん、うん、すごいね。あっちゃんだってめっちゃタバコおごらされてない？じゃあこれひどいのが、あの2人でいて、先生ちょっとコンビニ行きたいんで一緒についてきてと思っていいですかつって行って、ごめんなさい財布ないです。あ、ユーマ発信のコンビニ。そう、これケチじゃないの？ケチじゃない。あいつ払い、あいつ羽振り、あいつの家でウーバーイーツするとあいつ1万ぐらい持ってくる。そうなんだよ、ね、そうなんだよ。1万6000円するぞユーマ、うん、あ、いいですよ。みたいな。おもてなし精神は強いんだよ多分、うん、なるほどね。もてなされた時に何も持ってないこれがねちょっと人間として問題じゃないですか。僕たちの中だったらいいですよ、もらってる給料も同じなんで、まあ、そこはまあなんか、ね、まあ、なんかうまくやりますけど、うん、変だけどね、もらってる給料同じなのに後輩みたいになってんだよ俺ジュースなんてユーマに買ってもらった記憶ないもん。一回もない、買ってあげてる記憶しかない、うん、まあ、そんな浦田が社会に出たら困ると。だから本日は制裁ドッキリです。財布持ち歩くようにということ。はい、ということで本日の客、高級焼肉食べた後に財布持ってない浦田だけ置き去りにしてみたドッキリということで本日なんですけども、会計の時に僕たちいなくなります、うん、でユーマを残すんですけど、まあ、その時にファンとゴータも一緒に残す、はい、でもその2人はお金を一切持ってないっていう設定で残ってもらう。打ち合わせがないと、うん、払えないみたいな。で先ちょっとみんな出ちゃったから、ユーマちょっと払ってくんないってユーマに言った時に、財布ないですが始まる、うん、まあ、持ってりゃいいよな、うん、持ってりゃユーマが普通に、お、意外にできるやつだってなる企画でしょ、うん、持ってない2人で先に帰っちゃった俺ら、ユーマどうやってお金払う？ブチ切れんのかな。いや、ブチ困るんじゃね。まあ、切れぬって脳が1個ないからね、うんうん、まあ、お店の方に迷惑かかってしまうんで、まあ、最終的にボン君にお金を渡しといて、うん、で、もう本当の本当の最後になったら、まあ、ボン君が払って出てくるんですけど、うん、その焦りとかをリアルにトラウマにしてほしい、うん、まあ、そうね、したら財布持っとかなきゃいけないんだって思えば、ユーマがまず財布を持ってきてるもん、まあいいわけ。持ってっちゃった場合どうすんのってなってるやん、ファンのみんなも。ありえないから、まあ、あいつ普通に入ってないぞ、3万とかしか財布の中も。後輩にねちょっとおごる機会とかもあるわけ、うん、俺いつもいっぱい入れてるもん。そうだね、そういうのもあってやっぱ財布にはいっぱい入れようみたいになってるけど、ユーマだけ固くなに。なんか文句ある？裏手に。いや単純にあのなんでお店行くのに持ってかないのかな、うん、いやだってさ携帯財布鍵って絶対常備するもん、うんうん、帰らなきゃいけない。そう、あいつ鍵も持ってない時あるし、うん、携帯持ってない時あります。あるある。あいつ手ぶらでコンビニ入ってく時あるどうすんだよ手ぶらない携帯鍵も財布もないな唯一持ってる携帯も充電ないですからね。充電充電彼は。その人間性の部分がとことん罰ですから、基本のとこはちょっとやってもらおうと。急に一人にされたら本当終わっちゃうから多分。うん。ユーマからの被害総額いくら？4人合計で。えぐいんじゃね結構。リアル蓄積入れたら20万がリアルなんじゃ。20万かっぱらうってすごくない、うん、無意識でかっぱらうって感じ、うん、無意識だから。しかもユーマが意識的に行動し始めたら60万ぐらいくる計画的にやれるんだ、うん、多分ヒューが一番被害者。俺は超払ってる。コンビニ、タバコ、まあ、何でも出す。俺ご飯多い。ここだったらじゃんけんするんだけど、ユーマ、ゴータ、ボンは俺出しちゃう。まあ、ユーマ持ってないからね。まあ、この企画が生まれた発端としまして、まあ、うちのゴータ君からのクレームで、この間ユーマさんとタクシーに乗ったんですけど、ユーマさんお金なくて僕がタクシー代払ったんですよっていう話があって、これは罰でしょと。本当にダメだね。どうやって乗ったんだ乗ったのかよ乗ろうって思ったのマジで。でもファンの人結構ユーマのことかばってて、ユーマくんは多分本当に見る限り ADHD です、ね、だからもうちょっと甘く見てあげてください
甘いぞ。結構甘く見てる。マジで甘いよ。そうそう、あの動画外結構俺はユーマに甘いから。ガチ甘い。まあ僕たちも分かってるんです、彼がそういうことを普通にできない人だから、うん、そこすら強みに変えていこうと。君もね。え、お前は金に対してケチ臭いところがあるから今回の企画には当てはまらなかったけど、うん、いろんな企画にはなる人よ。けど再生数が取りづらいから企画にはされてないけど。くそ、結局数時間世の中。面白いね。まあそんな浦田くん、まあ今日命日ですと。死ぬだろうね。うん、本当に焦る姿を見てほしい、うん、ドッキリなんですけど普通にガン回しでいきます。でユーマはアホやから高級焼肉食べに行くっていう企画を疑わない。普通気になるやん。気になる、マジ気になる。で今ベンツの中で編集してるんですけど気にしてないんだよねこれを。おかしいよ、だって、まあ、結構、まあ、手の込んだ感じで呼び出されたやん。けどまあ視界にはいるやん、うん、1人が車の中にいて4人がカメラの前に立ってるってもう確実やん。これで何にも言ってもらってやばいぞ。えちょっと後で顔抜いてほしいんだけど、めちゃくちゃ適当な企画のタイトルを言った後の裏田、これをフォーッとかやってた場合はそこでそういう顔してたらさすがに浦田も、まあ、YouTuber なんだなと思ってほしい。これがもうこれだった場合はこれもう失格。じゃあそれであってほしい。普通に食べたいって。じゃあこの後浦田入れて偽オープニング撮って動画撮っていきたいと思います。それではやっていきましょう。何企画？いや今日ご褒美企画よ。何系？え、飯系。え、みんな何か食ってないの？さっきの企画でキムチポテト食べたぐらい。うん、お、何食った？臭い。もう何食った？いや、おにぎり1個ぐらい。おお、まあ、一番ちょうどいい。食ったんだ、まあ、一番クール、うん、超ちょうどいい。ゆうだ、ゆうま、ひゅうが、地域に1個はツタだらけでめちゃくちゃ汚い家あるヤマト、カンナットです。今日は何？今日はご褒美なんですか、うん、ということでですね、僕たちチャンネル登録200万人を目指してここまで活動してきてるわけなんですけれども、さすがにちょっと頑張りすぎてんな。ご褒美企画か。そうなんじゃない？言ってそうやって言ってんだよ。今日の企画は200万人目前で、まあ、決起会みたいな役になってます。ということで本日の企画、高級焼肉を食べに行こうじゃないかー。神ー、マジ神ー。これがもうこれだった場合はこれもう失格。マジ神ー。いや、やばい。来たー。マジマジ神ー。マジ神じゃね。神ー。これをなんかいつもだったら俺はじゃんけんとか、うん、英語言ったらとかにするやん。もうそういうの今日はやめよ、はいはい、普通にあの話しながらみたいな。そう、ええー、なー。そういうのできるようになった、あんた。そう、もう今日は会社のお金で、まあボンもゴータも入れて7人で200万人前気合い入れようと。バチ食うってことね。そう、バチ食う。決起集会やん。そう。いや、お前今日食いまくっちゃえ。いくら分くんの？いくら分くんの？58,900円。今一人で、一人一人。だいぶいくらじゃん。いくら食べても大丈夫。うちの会社がなんか結構稼いでるらしくて、ね、そこはボン出してくれるから大丈夫全然。さあ、じゃあもう本当に食べに行くだけの企画なんですけど、やったー。最後まで見ていただければ幸いです。それではやっていきましょう。はい、ということで本日焼肉井上やってまいりました。もううまそう。うん、もううまそう。はいよ、うまそう感じの。ただ焼き肉食べるだけでしょ。なんか俺も結構こっぴろく聞いたけど、そうやって言う。でもちょっとトークメインやな。あ、もうあー、そんなに肉にガツガツいく。ちょ、待って待って待って。いや、まあ全然って、それトークに自信あるやつが言う言葉に、まあ、今めっちゃ自信あるから、はい、そんなもう別に食いながらできますけどみたいな。いやー、もうみんな仲間がね、すごい大丈夫ですよ。うわー、龍馬みたいなこと言ってそれを言ってんだ。まあ本当何食べても、もう全部食べちゃいます。全部食べてるんだよ。すごい。高いのだといくらぐらいなんだ。黒毛和牛とか一皿3000円とかするんだよ。いやー、小室って稼いでますから。浦田さん今日ビール飲む？いや、今日はちょっとなんかいろいろありそうなんで、いろいろ備えて。どういうこと？お前それ考えたら一緒飲めんわ。いや、じゃあ飲んじゃおう。どっちどっち？いや、じゃあ飲んじゃおう。いや、じゃあ飲んじゃおう。あ、俺あったわ。でも普通に車があったらこういうのもできなくなる。それ感じた方がいいよ、マジで。これが最後か。でももう明日買うみたいなスピード。ありがとうありがとう。今ので明日買うみたいな、すごいありがたいです。ヒューガがすごくなく見えるわ。やばいやばいやばい。ちょ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 、もうなんかテンション上がっちゃって。まあテンション上がるわな、これは。これやばい。ああ、だから頼もうやん。これ上端賞とか2100円。おっとか、え、1人前で。あのね、あの本当に肉寿司絶対頼んじゃあかんな。怪我するお腹の中、うん、油で。じゃあ肉寿司1000個で。なんでね。どうしたやん。ドンクリングでもいけないね。オアポールができるか。オアポールは関係ないの、胃袋とか。肉寿司工場食えるから、あいつ首かしげんだ、普通に友達のボケに対して。なんか言えよ。
首かしげんのやめろ。てかさ、こないだの俺のマルク大怪我ね、あんたのせいで。人に振っといて一発ギャグやらして帰ったやん、あんた。あれ編集では大爆笑でしょ。あ、ほんと？あれ面白かったよ。めっちゃ面白かった。ほんと？俺も我慢して出てたの。あ、そうなんだ。そう、あ、よかったよかった。当たり前じゃん、もう一回やってもらう。はい、回してるから。あの、ポーズごと好きだから、うん、みたいな。俺を映した後にヒューガをちょっと映して、うん、おっとおっとおっと、いきなりチンコ見せれねえだろうよい。俺ね、ジンベエチンコちっちゃいと見て。あ、なんで？なんで？皮も剥けてないやろうしね。これがチンコだとしたらさ、こう、周り膜張っとるやろ、こう。出た、枕嵐。枕嵐。え、何のキャラクターの話？なんで人名が分かんねえんだよ。何のキャラクターの枕？まだ焼肉も頼んでないから。オッケー、ちょっと頼む前に俺、未だに信じれてないことだけ一つ言うわ。プッカ君ってガチで保健室でセックスしちゃう。未だに俺信じてないんだよ。未だに俺まだ信じてなくて、その噂だけは流れてきてるやん。いや、二個上エロい先輩多すぎやろ。二個上で見てたからエロかった。俺らの時の1年間見た松岡なんてバカエロい。要は今でも語り継がれてるんで、多分だから2個下のガキどもは松岡は先輩ガチエロかって言って絶対言ってる。それって一緒だから。拓也たちは根本さんガチエロかって、ね、いや、バカ、お前あの人1ミリもエロないよ。いやーちっちゃいでこうはって言った。真面目な方だから、あのエロとかじゃないよっていう。あ、じゃあ明夫たちがリカコ先輩かわいいよね。一つもエロくないよ。いや、じゃあ一つもエロくないよ。バスケットプレイヤーやん、あの人は。じゃあ吉尾が乙女先輩エロいよねみたいな。あ、もうワンチャンあるな。乙女は結構ゆうたなんて結構狙っとったからな。あ、乙女先輩のこと知ってる人とか乙女先輩見てたらね、あのぜひビンビンと感じてほしいんだけど、ゆうたはバスケットコートをまた貸してくれるみたいな機会があって、同じ中学校で、でそこに行った時に乙女先輩見て結構ガチセックスしようとしてた。結構ガチで、いや全然あんな感じじゃん。ガチセクション本当に。で俺も全然めっちゃノリノリだった。いいなマジで。まあそんなこんなで焼肉来ました。頼んでねえんだよ、頼ませろ。はい、皆さん、チャンネル登録200万人まであと少しということで、まあ気を緩めることなく、はい、着実にやっていきましょう。はい、僕たちが200万人いかない可能性、これ一切ない。じゃあ頑張りましょう。頑張ります。飯も届いた。やばすぎる。美味しそうやね。これがやった。牛タンくらい行こっか。これ食べてこっか。これめちゃくちゃ美味しそうで、美味しいもん見るとテンション上がるわな。これやばいな、うまそう。え、俺さ毎回思うんだけどさ、浦田さんっていただきますって言えないっすよね。え、今何か食った。うん、なんで言えないっすか。え、ユーマをいただきますって言ってんのあんま聞いたことないね。ね、確かにいつも。ありがとうございます。誰？ケイスケ来た？来てねえわ。ケイスケ君の好きな先輩来てるけど、ケイスケ君は来てねえわ。家で寝てるわ。決めつけんなよ。仕事人だよ。え、クイエムシー来た今。決めつけんなよ。ジェイス。押し付けんなよ。いや、まあ、そこまでさ、バッチリ来ることはないわな。ちょっとずれ。おお。なんで。肉肉肉。じゃあユーマと二人で仲良く肉寿司食べていきたいと思います。いただきます。うん、うまい。めっちゃ高いもんだからさ、カプリコギで肉ね。本当に美味しいですね、ここの肉寿司。うん、肉寿司屋さんでしたっけ、井上さん。まあ、そんなことねえわ。じゃあもうジンクス開発した人の店に。井上先輩関係ないでしょ。そうなの。そうだよ、ジンクスって井上先輩が作ったら、そうだよ、地元の先輩のルールに従ってるだけなんだよ。うん、ミッチーっていう先輩が呼ばれなさすぎて2年喋んなかった。あれさ、何喋んねんだろう、ジンクス中だったらしいの。あのさ、うん、エコみんなに聞きたいんだけど、うん、みんなの中の認識でゴータの歌声ってどうなってる。ちゃんと聞いたお前な。種類は俺で、俺より下手くそなイメージがある。うん、なんかダミ声で、で俺より音程取れないみたいな。そうじゃん、ゴータの歌声って。そうだよね。ゴータのマジ歌バカうめえ。何そうなの。昨日ボンとゴータと3人で車乗っててさ、ゴータがいつも通り流れてる曲を適当に歌ってバカ下手くそだったから、でカラオケでもそんな感じなの。一回だけマジ歌ちょうだいって言って猫歌ってもらったの。これガチうまい。本当？弾いた俺ら。実は一回ゴータに歌ってもらう、うん、軽くもらおうか。
でも著作権引っかかるかもしれないですよ、2回目。大丈夫ですか？自信、めっちゃある自信。こいつだから、結構思いっきりだったり。ないですか？はい。君がもし捨てない子だったら、この声の…だけど伝わる。うまい、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 うまい。けど、もう一個、持ち曲あるんです。これ、グリーンの愛歌って。おぉ、わかるよ、あれ。これちょっとマジもらっていい？元気バージョン。元気バージョンだ。頼まれてもらってすっごいわけだ。これをね、俺と思うのは一回下手くそなゴータを聞いてから聞いたの。あー、なるほど。ギャップだ。だからね、しっかりマジ歌モードっていうのがあるんだなって思って。あ、それで言ったら俺もあるよ。ガチガチ。なんか普段お笑い歌担当みたいになってる。その普通に歌ってるだけやん。俺はアレンジ加えちゃうから、あの猫、君がもし捨て猫だったらこの両手の中で抱きしめるよ、いくつになっても愛すし君のそばにずっといてあげる。ねぎらいの肉。うまいな、食事中に。食べてるよ。うめえんだよ、歌も。すみませんよ。やたたぶれのマジシャンみたいなの出てきた。村田幸せすぎて全然喋ってない。大丈夫。俺食いもちダメなの。終わった。幸せそうやな。うわ、これうめえ。なんかさっきちょっと猫で関連なんだけどさ、君がもし捨て猫だったらじゃん。これもしボンが捨て猫だったらどうする？拾う？まあ、ほぼブニャっとやん。昔の声優部時代ニャルマーの面影はないよ。閉まってた感じはないよね。どうする？拾うの。大きさこれ。大きさはまあ大きさこの半分でしょ。トークスキルは？うん？トークスキル。いや、猫は猫としてえ、まあだから、まあ、例えるならトークスキルはラップしてる時のたくまきさんみたいな。あー、すごい。猫ちゃんな。あいちょっと詰めるな。敵猫に対しての幕仕立て方だと思う。敵猫リュウ、これですか？なんか餌代高そうなんでやめてきます。どうせせあっちゃん、俺も拾っちゃうかな。おお、ありがとう、あっちゃん。まあ、ぼっちゃんに可愛いものもあるしな。でも俺も拾う。なんで？領収書整理させる。猫だ。猫よし。福蔵さんの歌でさ、テレビもね、ラジオもね、みたいな曲あるんで、この中で一番持ってるものが少ない人ってある？え、物だったみたい。まあ、こんなから捨てんだろ。この中で、この中で例えば、彼女にね、車もね、みたいな。だまあ、車ないよ。総合的に見て、まあ、貧しい人。いや、車じゃねえ。なにみんなの共通ステータスとして、まあ、彼女いねえ。あれ、車は何だよ。ここ車もねえ、あ、そう、車はない。知識もねえ、常識もねえ。あと、2部屋以上ねえ。いや友達もいねえし。友達結構あんまいねえ。友達結構あんまいねえ。女性の経験死ぬほどねえし。まあまあ、それ言っちゃったらね、あれっすけどね。まあまあまあ、ヤマトで言ったから。いや、俺で言う必要はないよ。まあ、彼女にね、車もね、車あるわ、お前。フィットや、うちのフィット農家にすな。ゆっくり暮らせる家すらね。事務所やけど全然ないね。確かにヤマトもないかも。あるよ。バトナチ、俺何ない。大きな器もね。おっと、一旦ごちそうさまっすよ。一旦ね。多分僕悪口言われました。大きい器もね。僕は器狭いですか？狭いよ。広いじゃなくてねえつけてはあっちゃん。器っていうもんが。あ、ね、大きな器がないんだけど、ちっちゃい器は。こんぐらいのもある。いや、でかいよ。でかくねえよ。何これ、小田原ちゃんいいのか、目の前に。そう、豪太。ちょっと一つ文句なんだけどさ、柿本アンズさんに対して文句。俺も超腹立ってんのよ。やばい。いや、世話になってるとかそういうのマジ関係ねえ。うん、うちのマネージャーのボンに、ウィンクさせるのやめてもらっていいですか？あれ、うちとして痛手すぎて。なんていうの、ボンも結構その商談というか、業務案件とかをこう契約する場に行くからさ、やっぱ舐められちゃいけないわけじゃない。で、かっこいい時計もつけてて、で、セットアップとか着てくるからさ、結構いいんだけど、
ミンク写真が出てる、出ちゃったって感じだもんね見つかったみたいな昔のプリクラ。でもあれ岩井に行きの指示らしい、指示されてんだよあれ。じゃあもうウィンクしないと返さないんだよ。ほぼ消し台やん、なほぼ消し台やな、いやほぼ消し台やな。お物流止まったほぼ消し台やな。なんで消し台なんですか。どうですか、考えろ。ワンナイカニバル胸の奥、返したくない、今夜もう返したくないみたいな。ヘイヘイあの語り声ってヒューガーやってるえ、お前元気な。待って、ユータ気づいた、うん、この人結構ずっと元気ない。油に慣れた。どうしたのワタ。これ 100% 胃もたれやな、これ。眠くても疲れても元気なワタが元気ないって言って完全に胃もたれの時やな。俺食うけど、お腹いっぱいです。もうね胃もたれもうしてるし。ヒョウ君お米もらってもいいですか。はい、やっとありがとうございます。ダイエットどこ行った。1ヶ月後に大事な撮影があるんですよ。本当にまあ変な話、服を脱ぐような撮影がありまして、本当にちょうど1ヶ月後なの。大丈夫、そこまで調整できる、任せてください。じゃあユーマ今日はもうめちゃくちゃ食ってない。全然変わんないから今日食う、食わないから、うん、でも今日食ってここで1回ガチダイエットしよう。ムキムキになるの。いや、ムキムキっていうかやっぱお腹を引っ込めるよ。なるほど、大丈夫、制限できても。頑張れるんだった、頑張るぞ、頑張れ。おめえらもだろ、細野郎。そうや、何がで、ね、ミドル頑張れ。2ヶ月だと思ったら1ヶ月しかなくて焦ってんだろ。焦り巻いてます、トグロ巻いてますみたいに言ってんねん。すげえ知識だ。いや、これね、面白いんだがすごいよ、細野郎。いや、マジでみんなすごいな、いつまでも食べて。おいしいよ。で、俺タコするわ。来たー、え、そんなに今のこれでマジで頼むって飯してみたんで、俺これ初めてのきついっちゃうよ、初の。うわ、ガチガチ、神回よ。よし、終わり、回ってくれ。今ごめんな、すいません、僕も行きたかったです、食べたくて。ごちそうさまでした。あ、ありがとう。いったんごちそうさまでした。はい、マジでいいの。マジか、いや、マジだ、3分くらいでは、さあちょっと待って。あ、来た誰誰誰誰誰、一回待って。寝顔を探すのに許可は必要なくなったね。ヤマトは俺の寝顔で一個めっちゃヤバいのを保持してるんですよ俺の流出に関しては毎回許可取ってくるのに、なんであの動画を普通に出した。気づいちゃったんです、ゆうただけずるいな。何よ、あっちゃんだって毎日毎日寝てるとこさらされてるやん。あっちゃんだって寝てるやん。ねえ、寝てないよ。起きろ、お前。斉藤さんみたいな音してる。おう。この間久しぶりに一人で斉藤さんやったんだよ。わっち。唐突だな。次、人と喋りてえ。新しい人に会うのって楽しいやん。そういうのやってるんだとか、そういう趣味あるんだみたいなさ、そういう感じで友達作ろうと思ってやったんだけど。いやでも俺ね、いやこれちょっと話すのやばいかな。普通女のふりしたんだよ。お前全然言ってたこと違うやん。ちょっと話したいだけじゃないやん途中からキモすぎて、なんか女の子のふりしようと思ってみたいな。そうギリ喋りすぎると分かるから。いや今何してんの。おっぱい大きいの。絶対そっちよりお前の方がキモい。一人で一人で女の子の真似して変態男をモテ遊んでるいやでも2ヶ月前だよ。いや、キンキンだよ。この過密スケジュールならキンキンだ。結構忙しくなった時でしょ。そしたら楽しくなってきて、めっちゃカッコつけてんのよ斉藤さんに出てくる男って。で俺はさカメラつけれないやん、うん、万が一のことがあるから。無理いいっしょ、まあ、見れないのも興奮するけどそれガクトさんじゃないよ違うよ。何その切り際に言ってたわ。あーしてるお前ガクトさんやん。おばあちゃんいっぱい食べなさい。ありがとうございます。僕もゴータ君にたくさん餌付けされたんだ。悪い子だね。そんな尊敬しない。してねえよ。だけどあれの再生回数をボンと2人で見たんだけど、まあ、すげえな。300万ぐらい。うん、307万。でもあれは3人で手合わせたね。手合わせて力合わせた結果、手を振る10万、ジンタン10万、ヤマト280万、バーン持ちすぎててくそー。
こっちにやってよ。これが YouTube には映せない力。死みたいに出てて今。ああ、なるほど。ユーマってやっぱあれだね、異常なことが好きなの。いや違うっすよ、異常なことを好きぶってる自分が好きなんですよ。あー、自分に音程が飲む。うるさい。返し弱っ。ユーマってけどそうだよね、クリエイティブ感がそうですよ。痛むるよね。なんでなんでなんで、これ痛むってるんですよ、うん、俺カッコつけてピュアなんて結構自分で自分のことピュアっていうやついねえから。もう何だよ、もう普通に二十何年間生きてきてピュアなやつなんていねえよ。ピュアって純粋とかそういう意味。結構ピュアだと思うけどな。生肉食いなさい。ありがとうございます。ピュアじゃないよ、ユーマーズドス汚いやん、心。じゃあ俺なんだ、俺って何なんだろう、そんな分かんない人間だと思う。映画何も。いや、くぶっちゃう。今日永遠に滑ってる。もうダメだ。この動画永遠に滑っちゃったんです。まずいです。どうしたらいいですか、お前ね。渡辺光太君。うわ、後輩でやっちゃダメっすよ。はい、ということでこちらモニタリングチームでーす。抜けてきた。ファインプレー。うん。ありがとう、ヒューガー。ということでね、まあ今、もうしれーっと抜けてきて、まあ浦田さん今編集してると思うんですけど。うん、編集してんね。ありえないからね、焼肉屋で編集。まあボン君があとは仕切ってくれるということで、うん、彼も演技派ですからね。結構白濃い顔するからね。おやべ、ザーチャーいっぱい。いやもう他のとこだ。いやもうでもほぼ固めきったわ。始まったボン、始まったね。もうユーマカメラ待ってるの気づいてんのかな。ね、まあ浦田がまず財布持ってるかどうかだからね、うん、持ってたら終わりだもんね、うん、持ってたらもうそのまま終わりだから。うんは、みんなトイレ終わってさ戻るらしいんだけど、こいつ広角的に怪しんでるな、うん、めっちゃ怪しんでるな、この口。マジ会計できる。すいません、財布忘れちゃう。ガチだ。そこ忘れちゃってって言ってもうやめて。それ忘れちゃってたんだ、やっぱり。じゃあじゃあじゃあ、一気に見つけようとしたんだけど、うん、なくて。俺も今持ってないんだよな。へぇー、マジ。どうぞ、どうぞ、どうぞ、持ってない。いくらいくらいくら。会計結構えぐいよ、今回、うん、いくら、ね、多分読んでくれんじゃね。いくらいくら、確認して。このもん7万7万6000円。やばい。うわどうぞ、後で払いに来ます。ん、後で払いに来ます。こいつ偉そうだな。余裕でつけようとしてんね。できんのそれ。ダメ、もう結構採算されてたの。マジ2回ぐらいトントン。マジマジマジ、どうしよう。ペイ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 、できんの。できない。今ゆうたがおしっこやばいから先に帰ったっていうラインをグループに送りました。うん、やばいけどね、おしっこやばくて帰んの。焼肉屋のトイレしてせずやるよ俺けど、うん、みんな帰ったっぽいけど。え、帰るって今だけ乗せてこいとか。マジ俺財布なかったんだよ。あるとしてもベンツだし財布もないやん。困った。ああ、ゴータさん財布持ってないんですか。ゴータに、うん、余裕でゴータだもんね。ガチで持ってないっすわ。ごめんなさい。あー、どうしよう、どうしよう。ガチで、でもガチで謝るよ、なんか。謝罪ってこと。後日払いに行きます。なるほどね。後日で行こうとしてる余裕なんだね。マジすごいね、度胸。心配するな、みんな。後日払いは大丈夫だ。そんなことねえよ。なんで偉そうなんだよ。なんで後日さらば大丈夫なんだ。ごめん、ごめんみんな。顔ガチだな。ちょっとゴート一回ユータに電話して。待ってきた。ユーマ払っといてみたいな感じで。なんでドッキリって気づかないんだろう。カメラ回ってんのに。ガチで謝れば大丈夫だよ。日頃からそう思ってる、うん、で、浦田さんの財布ここにあるもん。何やってんだよあいつ。じゃちょっとユーマに買って。はい、もしもし。はい、ごめんごめん、ちょっとおしっこやばくてさ、あの先出ちゃった、もう。マジ立て替えといてもらえる。財布ございました。財布多分ベンツ、ベンツの方があるかな。あ、あったよ、ユーマの財布。うん、
なんでもお前持ってってねえの。さっきちょっと見当たんなくて自分の手元になかったのか、財布が。持ってこようっていう意思がないやん、ユーマ。ごめんなさい、ちょっとじゃあ、店長さんの前にごめんなさいって言って後日払わせてもらうか。いや、無理でしょ、ボン持ってないの。ボンとゴータン持ってないらしい。終わりやん。ユーマ、ユーマカメラ見れる？これドッキリです。これドッキリです。なんだこのプチドッキリ。プチじゃねえよ。プチじゃねえよ。誰がプチドッキリやねん。お前盛大ドッキリだわ。お前プチだと思ってんだよ。盛大ドッキリ。これ盛大だろ。あいつ舐めすぎてんな、マジで舐めてんな、本当に。これでも燃えない浦田は逆に悲しい人間。ボン君がお金俺渡してあるから、でそれで払って出てきてください。やっぱ仲間ってもう素晴らしい。こいつゴミやな。もういいよいいよ、もう切ろう。ということでね、今回の企画でね、改めまして浦田がゴミ人間だということが分かったと。まああと大して企画も考えないくせに結構頑張ってやった企画をプチドッキリだと。そう、このプチドッキリ7万の会計で全員いなくて払えないのはプチドッキリみたいですよ。別に後日払いに来ればいいや止まりなんだね。あいつ変わったな。いや昔から変わってるんだよあいつって。何にも思ってないんだろうね。いや今思えば最高やん。全員で頑張ってる時あいつスノボ旅行とか行ってたやん。行った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 。そういうことなんでね、後で謝ればいいやでスノボでしょ、後で謝ればいいやでチンコ丸出しでしょ、もう後で謝るのなしにしよう。なしだね。あいつ謝るもんね、めちゃめちゃ。これまあここでやる分にはいいけどさ、外でやんないでほしいね。そうですね。まあけど落ち着きがあって受けたけどね。全然テンパらなかったよ。お店も承諾してくれるテンションだったよ。最初からね。まあ店長さんに「いや大丈夫ですよ」このぐらいで何も言ってこないでしょみたいな。まあ普通に知名度の目、あいつ鎮座してるな。一応最後ちょっと浦田と合流して締めたいと思います。はい、ということで帰ってまいりました。不安だったかね。ちょっと、いや嘘つけよ、何にもだって後日払えばいいですよ、落ち着いてくださいみたいな。何こいつみたいな。いけると思った。いけるよ、ああいう時は。いやいやいや、なんかいい落ち着きだったけど。え、今回の企画言ってみて。今回の企画言ってもユーマ、自分で思ったまんまの企画をこうタイトルコールして。ということで本日の企画、財布いつも忘れるやつに会計させて困らせてみた。まあすごい。まあはっきり言って制裁動画ですから、制裁動画でこれバチンやってユーマに反省させようと思ったのに、なんだプチドッキリかみたいな。そんなもんですよ。調子抜きやん。何プチドッキリってね。これから財布持って動いてくれる？頑張ります。今持ってる？今ない。そう、俺の財布どうだっけ。どうだっけ。いやこれベンツにあるよ。ある。いやベンツに普通に置いてあったよ。本当に？え、本当にみんな知らない？あ、知ってるわ知ってる。あ、さっき見つけて。ベンツにあるって。どうだったよ。ガが強いんだな、ここ。だから衝撃の検証結果でしたよね。多分全人類が予想できない。つけるっていう。つけようとしたもんね、全然。助けとかじゃなくて。ということで浦田さん、今日はお疲れ様でした。はい。直していこうね。頑張ります。お肉いっぱい食べたから今日からダイエット開始な。始まりました。他の人が始まったんだ。お前が始まった。実況説ね。超遠くから見てたんだよ自分のこと。そんな感じでね、まああの不満を言うみたいな動画で、まあ他の不満も多々あったと思うんで、まあ徐々に解消できる企画を組んでいければなと思うんで、こういう企画いいよと思ったら高評価とか、なんか最近の動画が10万高評価を超えるみたいな。だありえない話やん。ありえない。これ急上昇、実は昨日の動画も載ったみたいな。連続ですよ。すごいことなんだよこれ。ここに来てこういうことができてるっていうのは。マジっす。皆さん改めて応援よろしくお願いします。お願いします。本当あとちょっとですからね。頑張っていきましょう。はい。それじゃあまた次の動画で。バイビー。